北クルディスタンあるいはトルコ領内のクルディスタンはクルド人が多く居住しているトルコの南東部及び東部の一部の非公式な名前であるこの領域は地理的にはクルディスタンの一部であり面積は19万キロ平方メートルありトルコの約13を占める北クルディスタンイスラーム百科事件はトルコのクルディスタンはトルコ全体のうち 少なくとも17の県を含んでいると記載している。これらの県には、エルズインジャン県、エルズルム県、スイバス県、カルス県、マラティア県、トゥンジェリ県、エラズ県、ビンギョル県、ムシュ県、アール県、アドゥヤマン県、ディアルバクル県、スイールト県、ビトリス県、バン県、シャンルールファ県、マルディン県、ハッキャリ県があり、同時に、クルディスタンの境界は、 不正確で、どの地域まで含むか正確に判断することが困難で、あると強調されている。1987年に、4つの新しい県、シュルナク県、バトマン県、ウーデル県、アルダハン県が、上記諸県の領域から、トルコ行政区画に新設された。これらの領域に関して統一的な行政的区分は、設けられておらず、また、トルコ国家は、同領域に対し、 クルディスタンの語を用いることを拒絶している。加えて、上述地域に関しては、より広域な地理区分南東アナトリア地域及び東アナトリア地域を形成する一部としている。この領域はアナトリアの南東の隅に存在する。この領域は3700メートルを超える山々と乾燥した山岳高原から形成され、トロス山脈湖の一部を成す。 この地域は極度の大陸性気候であり、夏は暑く、冬はひどく寒い。それにもかかわらず、この地域は肥えた土地であり、伝統的に穀物と家畜を平原部の都市に供給していた。地方経済は畜産と小規模農業が主要産業で、国境地域では密輸が主要な収入源として、これに加わる。大規模な農業と工業活動は、 地域における最大のクルド人口を持つ都市、ディアルバクル周辺の低地において主要な経済活動となっている。しかし、何十年もの構想や高い失業率は、同地域からトルコ国内各所及び外国への移住を引き起こしている。中世にあっては、中東のクルド人の居住地域においては、統一民族国家が樹立されたことはないが、 クルド人の部族長らにより統治されていた。10世紀及び11世紀には、クルド人王朝マルワーン・朝が支配し、14世紀以降、ほとんどの領域がオスマン帝国に組み込まれた。1527年まで遡る税務記録では、同領域をウィラーヤティ・クルディスターンと呼んでおり、そこには7個の大規模、11個の小規模のアミール領が存在していた。 文章によると、クルドのショアミール領は、エアーレッドとして言及されており、これは、ショアミール領が自治を享受したことを示唆している。1533年頃、スレーマン一世に寄り出されたファルマーンにおいて、クルディスターンの諸米すなわちクルドの貴族に、その相続と継承の原則について、概略を示している。世襲相続権は、オスマン町に、 忠実なクルドアミール領に許され、アミールらは、帝国内における自治を与えられた。これらの主張国の自治の程度はその地政学的、重要性に依存して、大きく異なっていた。弱小のクルド族はより強い部族に加わるか、オスマン帝国の三弱の一部となることを強要された。しかし、協力で交流が取りにくい部族、特に、イラン国境に存在していた部族は、 高度の自治権を享受した。エブリア・チェレビーのカーヌーナーメによると、通常の三弱と異なり二つの行政単位が存在した。第一が、クルドの三弱で、これは、クルド貴族によって世襲相続される。第二が、クルド政府、ヒュキュメト。クルド三弱は、通常の三弱と、同じく、軍役義務と若干の税納め義務が存在していた。 一方、ヒュキュメトは、税納めも、オスマン軍への軍役提供も行わなかった。オスマン帝国は彼らの相続や内政事情に干渉することを好まなかった。エブリア・チェレビーが報告したように、17世紀までに、クルド人の主張国の自治の程度は減少していった。その時期、デュアルバクルの19の三尺は、 12の通常のオスマン帝国三弱が存在し、残りがクルド人の三弱と呼ばれていた。クルド人の三弱としては、サーマン、クルプ、ミフラーニイエ、デルチル、アタク、ペルテク、チャパクチュルが報告されている。また、クルドの政権として、ジェズイレ、エイル、現地、パル、ハゾの存在が確認できる。18世紀終わりから19世紀初めに、 オスマン帝国の衰退で、クルド人のアミール領は事実上の独立状態となった。オスマン帝国政府は、19世紀初めに、その地域における権益を主張し始めた。クルド諸領の独立志向を懸念して、オスマン朝は、その影響を抑え、イスタンブールの中央政府の管理下に置こうとした。しかし、これらの世襲領からの権限回収は、1840年代から、 その地域を不安定な状態にした。それらの地域では、スーフィー教団と、その、シャイフの影響力は突出したものとなり、領域至るところに浸透した。ナクシュバンディー教団の指導者、シェーフ・ウェイドゥラー・ネフリーは、バンコとオルーミーエコの間の地域で反乱を起こした。彼の支配した領域は、オスマン帝国領とガージャール朝領双方に及んだ。シェーフ・ウェイドゥラーは、 クルド人の中で近代的ナショナリズム思想を追求した最初期の指導者の一人とされる。イギリスの副領事への手紙で彼は以下のように宣言した。クルドの国家は人々がバラバラになっている。我々は我々の物事を我々の手の内に置きたい。第一次世界大戦の敗北後、オスマン帝国の崩壊は帝国の分割と 現在の国境を形成しクルド人の居住地域を分割する新たな諸国家の形成につながった。新しい国境の形成とその執行はクルド人に重大な影響を与えた。彼らは伝統的な遊牧生活を捨て村での農業を行うため定住生活を行わなくてはならなくなったのである。 東アナトリアのクルド人居住区のトルコへの編入は多数のクルド人により反対され長期にわたる分離独立紛争が生じ何千人もの命が失われたこの地域では1920年から1930年に何度かの大きなクルド人による反乱が生じた大きなものにはオスマン時代のクルド人による 景気兵隊ファミディエの出身者らが結成したアザビが組織し、ナクシュバンディー教団のシャイフサイードを擁立して起こした1925年のシャイフサイードの反乱、アール県の住民らが起こした1927年から1930年のアララトの反乱がある。これらはトルコ政府により武力制圧され、この地域は1925年から1965年の 相場軍により封鎖された、外国人立ち入り禁止地域とされた。クルド人による、文化的、政治的な活動の制限により、分離独立者の考えを根絶するという政策が、トルコの初代大統領、ケマルアタチュルクにより実行され、その後の後継者の下でもそのひどさを変えながらも、継続されてきていた。1983年に、いくつかの県では、 抗戦的な分離独立主義者のクルディスタン労働者等の活動に対して戒厳令を敷いた。激しいゲリラ闘争が1980年代の残りと1990年代に行われた。1993年にはトルコ南東部で治安維持活動を行っていた治安部隊の数は約20万人となり、この対立は中東で最大規模の内戦となった。 そこでは、地方から人がいなくなり、何千ものクルド人の村が破壊され、たくさんの略式の裁判による処刑が両人営により、行われた。3万7千人以上の人々がその内戦で殺され、何十万もの人々が家を捨てることを余儀なくされた。その地域の状況は1999年に、PKK のリーダーアブドゥラー・オジャランの逮捕と、 欧州連合により推奨されていた、クルド人の文化的活動に対する大規模な緩和措置の導入により、鎮静化の方向へ向かった。しかし、一部の政治的な迫害は継続中であり、トルコイラン国境は緊張状態にある。2015年6月クルド民兵組織は、シリアの要衝都市を、自ら奪還したと発表した。シリアからの避難民が、 シリアトルコ国境に集結し、トルコは苦慮している。シリアのクルド民兵組織は、トルコやイラクのクルド民兵組織、ペシュメルガとも連携を取り、米軍の空爆の支援も受けて、イズと戦っている。各国に分散している、クルド人は、イズとの戦いに勝利することが、クルド人の国を作る機会と捉えているが、このことが、シリア、イラク、トルコと、 微妙な関係の原因になっている。2015年のトルコ総選挙で野党のクルド党は79議席を獲得し大躍進した。大統領権限を強める、憲法改正を狙うエルドアン大統領与党は、第一党にはなったものの過半数は獲得できなかった。ありがとうございます。